主人聞いた手の予算と確かな腕で近所でも評判の娘そんな彼女の悩み事は愛するあの人の浮気症私というもの歩くその姿こらえきれずその場所をすぐ離れたのだけど仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命頬を涙で濡らしながら着物の縫い直しに精を出す街は何やら不穏な空気何か事件が起こったらしい橋の前であの人見かけた隣の女は一体誰落ち込んだ様子のあの人に寄り添う髪の綺麗な女緑の美観とても似合うわにわかに騒ぎ始めた再び事件があったらしいかんざし屋であの人見かけた隣の女は一体誰年葉のいかぬ女の子に黄色いかんざし買い与えて一体何をしようというの本当に見栄仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命ハサミの色こんなだったかしら今日も仕事に精を出すようやく仕事も一段落した会いに来てくれないのならばこちらされた。これで家族4人か全て何者かに殺されたらしい。それにしてもひどい人ね。はじめましてこんにちはなんてまるで他人。